はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。8月6日金曜日ですね。金曜日4時回りました。はい、まったりとした午後だったんですけども、昼寝もできましてね、まったりと過ごしおったんですけども、もう夕方になります。さて、ザクザクを見てましたらこんな記事があってですね、短いんで読みますけども、野球用具は日本製頼みの韓国代表、日本戦ではテープで、マークを隠し表立って使用できないクエスチョンという文字があって、と読みながら読んでいきましょう、と思いながらですね、読みました。野球韓国代表は5日の敗者復活戦で米国に 2-7 で完敗し、7日の決勝で日本との再戦ならず、7日って明日か、明日ですね、はい、ドミニカ共和国との3位決定戦に回った。母国では約2年前に日本製品の不買運動やボイコットが始まったが、代表のユニフォームやグラブですね、スパイクなどには日本メーカーの製品も使われているということでございます。代表ユニフォームの左胸には太極旗があしらわれ、左胸この辺ですね、右胸には下向きの3本の矢のマークがある。日本のスポーツメーカーデサントのロゴだ。ユニフォームって特徴ちゃうんですか、あれは。よう知らんけど、日本との準決勝で山田かっこヤクルトに決勝3点2塁打を浴びた故ウソク投手かっこ22のグラブも、なんかこの方いっぱい言われてる方でしたっけね、故ウソクさん、かわいそうな。22歳なんで、ね、まだ若いやん。のクラブも野球用品でおなじみの大阪のメーカー Z のもの。ジャーナリストの室谷克美氏は、韓国では日本製の野球用品を使う人も多く、対日する人に、購入を依頼するケースもあると解説する。さらに日本戦では不思議な光景もあった。1番打者のパク・ヘミン外野手過去31は水野のスパイクを履いていたが、マークがある部分に赤いテープのようなものが貼られメーカーが目立たないようになっていた。7月29日のイスラエル戦ではテープは貼らずに水野製のスパイクで試合に臨んでいたが、水野広報は弊社として現状マークを隠した理由も詳細もわからないので何とも言えないとしている。そらそうでしょうね。そらそうでしょう。韓国による日本製品の不買運動が本格化したのが2019年7月、ちょうど2年前ですね。日本政府が安全保障上の理由から半導体素材の輸出管理強化に踏み切ったことがきっかけとなり、日本製品の不買やボイコットが呼びかけられた。日本のブランドに書かれた箱を踏み潰すパフォーマンス、日本のブランドが書かれた箱を踏み潰すパフォーマンスも記憶に新しい。そんなことありましたっけね。あのペナントみたいなのがダーってたなびいてる、ジャパン、ノージャパンとかで書いたのに、たなびいてる様子、街の様子はよく見ましたけどね。ただ日本製品を表立って身につけられない状況は以前からあったという。前室の室谷氏は、パク・クネ前大統領が韓国プロ野球の始球式に日本のアシックス製の靴で出たことで猛攻撃を受けたことがある。今回の韓国選手も日本メーカーということを隠したかったのではないかとの見方を示したということでですね、この記事は終わっています。この最後に出てきましたパク・クネさんがですね、あのアシックス鬼塚ですね、僕らの年代は鬼塚って言ってたような聞きますけど、今アシックスですね、アシックスの靴で出たとあのね、なんとなく覚えてます。5年ぐらい前のことだったと思うんですけど、始球式に大統領呼ばれて行ってですね、投げ張ったんですけど、その時から履いていた靴がですね、鬼塚製のあのアシックス製の靴でですね、もう嵐のような稲穂を浴びて
いや、あれは、まあまあ気の毒にと思いましたけど、まあでもその、パククネさんね、っていう方はね、もうその、なんていうのかな、ものすごい、こう、就任当初から反日を貫いた方なんですね。で、告げ口外交っていうのをやりましてですね、外国に出かけていっては日本がいかにひどい国かっていうのを言うて回ってたんですね。でちょうどその慰安婦問題がわーっと出てきてですね、キャンドキャンドキャンドと言うてた時で、安倍さんがね、じゃあもう首脳会談で解決しようよと言って、国際会議でですね、安倍さんの隣の隣にお座りになった時に、安倍さんがこうやって身を乗り出して、お会いしたかったですよ、パク大統領って言って、韓国語で問いかけたんですけど、無視した。で無視してたんですね。でそんな時の前後ではなかったかと思うんですが、始球式に出てきたら あのアシックスは入ってたとで避難後一生懸命それまで半日やってきたのに全然認めてもらえへんかったんやかわいそうに。で挙句の果てはあのおばはんね、中国の戦勝記念パレードかなんかにひな壇に登ってですね、西側では唯一、あの時からも西側ちゃうなぁと思いましたけど、あのプーチン大統領とかですね、なんか独裁者もう一人なんとかってやつと、それから習近平と並んで、軍事パレードを見たということでですね、あの時は、オバマ大統領かな、もう激怒されましたけどね、激怒したようですけどね、何やってんねん、あのオバマみたいな感じで。まあ、結局、そのセウォル号事件とか何やかんやあってですね、ろうそくデモとかですね、で途中で降ろされてですね、今はですね、監獄、刑務所に入ってたんですけど、最近、病気が悪化して病院に移ったとかいう報道があったような気もしますけどね、なんかもう、かわいそうなというか、ゴーツープリズンになった容疑自体はですね、サムソンかなんかからお金持ったとかそんなんですけど、えみたいな感じですけどね、その容疑自体は。まあ、それは置いといて。それを置いといてですね、そういうお国柄ですからですね、日本製の何かをこう使っていたというのがね、バレるとですね、どんな非難を受けるかわからんわけですよ。この野球選手も。だから一生懸命ですね、それがバレないようにですね、写真出てますけどね、確かに赤いテープ貼ったるわと。アシックスのマーク隠してるんやなという感じですけどね。これもしかしてこのユニフォームを日本で特注したんですかね。なんかよう分かりませんけどね、いや、どういうんか、その、ほんまや、これ、日本で特注したみたいな感じですか、その、日本のメーカーの、確かにマーク載ってますよ、この三本の矢のマーク。いや、これ今まだ日本のメディアが言うてるだけでですね、向こうのメディア知らんわけであって、もし知ってしまったらまた問題になるんちゃうという。もうこれあれナショナルチームやから統一のユニフォームで着てるでしょ、あかんやんみたいな感じで、この貼りませんからね、面白いんでぜひ見てほしいですね。ザクザクでですね、どこやな、これですね、野球用具は日本製頼みの韓国代表、日本戦ではテープでマークを隠し表立って使用できないクエスチョンという記事でございますけど、貼りませんので、探してみていただきたいんですけど、もしこれね韓国メディアにバレたらね、えらいことですよ。でも韓国メディアの方がザクザクをチェックしてるんでしょうね、きっと日本語に堪能な方多いですからね、まあ、チェックしてるからバレるんでしょうけども、まあ、それをまた騒ぐかどうかは、それをまずこう知ってしまった記者さんなりメディアの、まあ、対応次第でしょうね。今回金メダルは逃したわけで、金も銀も逃してですね、明日ですか、銅をかけてドミニカとやるわけなんですね。多分必死でやると思いますよ、愉快の大人さんチーム。なぜかというと、確かね、銅メダルでも取ったら兵役免除のはずなんですよ。だからその兵役って大変ですから、もうそれは必死でやると思うんですけどね。そのあたり、最近その兵役の話は出ませんけどね、なんでかなと思いますけど、まあええわ。
ということでございましてですね、向こうのお隣さんの野球選手もなかなか大変でね、あのエラーした人はね、反民族行為者っていうふうにもう嫌やんそんなもん思いますけど、まあまあ愉快なお隣さんの内部の話ではございます。はい、ということで、読んでみてください。野球用具は日本製頼みの韓国代表、日本戦ではテープでマークを隠し表立って使用できないというザクザクの記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。